さて、ベイスターズファンの皆様へのお知らせです。横浜みなとみらいパシフィコ横浜に大型スクリーンでプロ野球を観戦できるベイスターズカフェが8月の10日にオープンしました。テラスに300インチの大型画面を設置しまして、横浜港の夜景を見ながら横浜ベイスターズを応援しようという趣向です。今からでも間に合いますので、どうぞパシフィコ横浜ベイスターズカフェにお越しください。ここからの放送は三菱電機、武田薬品とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ジャイアンツもこのまま引き下がるわけにはいきません。6回の表、先頭の西がヒットで出塁しています。この回打順よく1番西からの攻撃、レフト前に落としていきました西。さあジャイアンツ斉藤隆攻略、これから中盤戦に入って向かいます。ノーアウトランナー1塁にヒットの西です。そしてバッターボックス、今日のキーマンになるかもしれないという左バッターボックス後藤です。ここまでに打席は凡退している後藤ですが、さあ非常に鋭い目に変わりましたバッターボックスの後藤です。この前の打席当たりしてますからね、はい、スライダーを捨ててファーストストライク直球を狙えるかどうか。来た、一二塁間抜けていきます。思惑通りパチンと当てていきました後藤です。ここからここからというジャイアンツサイド、早め早めに振っていきましたね、はい、それでいいところ後藤の好きなところ行きましたから、だからもう強気に行ってたのがいいんですよね。長嶋監督も OK よしというね。そうです、そうです。それで最近ね、後半、はい、効率のいいバッティングって言いますかね、はい、点の取り方しますから。そうですね、はい、さあそして現在ホームラン28本、右の脇腹痛でスタメン復帰5試合目になります。この4試合ではホームラン打点がまだありませんが、この打席でどうでしょうか。中日との直接対決の前に目覚めるかゴジラ。ノーアウト2塁1塁といういい場面で出てきました。昨日は雨で流れましたこの横浜巨人戦、室内球場に姿を見せた松井は志願の30分近い打撃練習を行いました。どうもやはり無意識のうちに右の脇腹を気にしているという竹上コーチの話もありましたが、ちょっと振り遅れるんですよね。あ、やっぱり気になるんでしょうね。バックスイングはもうこれ最近よく僕ら言うんですけど、バックスイングの時のねじれができてないんですよね。だからその位置からそのままパッとこうひねって打ちに行くっていうことができてないような感じに見えるんですよ。だからだいたいちょっと球が速いと振り遅れてね、はい、レフトの方にファウルになってしまうと、そういう傾向がずっとあるんですよね。なかなか右方向に飛んでいかない松井です、うん、だからそのひねりができ始めたら当たりだと思うんですけどね。もともと今年はひねらないでその位置からピシッとやる操作の真似した打ち方始めたもんですから、キャンプから ね、余計それが、ね、目立つんですよね。だからもうちょっとバックスイングの時にキュッとこうひねれてたら絞りっていうかね、ちょっと振り遅れないと思うんですけどね。振りがね、シャープになるからね、はい、シャープになるんですね、振り遅れなくなるね、はい。はい、本人はね、普通にスイングしてる分にはいいんだけれども、はい、ちょっとこう抜かれたりして体勢を崩された時ね、はい、その時のそのスイングがちょっと怖いと。あ、ね、やっぱりそれでまた再発ということもね、頭をよぎるのかもしれませんが、
まあ、でもやっぱりそういうところに、ね、不安があるとどうしてもちょっとバッティングも、ね、微妙ですからね。だから言うようにひねりながら出ていくと、はい、余計負担が来るから怖いんですよね。しかしこの松井コール、これに応えないわけにはいきません。バッターボックスの松井2エンド2、ランナーは2人います。一発出れば一気に同点になります。振ってしまった、空振り三振。松井まだ時間がかかるのか、桑田を援護することができません。2週間ぐらい休みましたかね、松井ね。あ、そうですね。だいたい春先キャンプ、シーズンインの時もなかなかエンジンかかんない、はい、2週間休むとね、結構ねエンジンかかるまで時間のかかる人いるんですよね。どうですか、どれぐらいかかりそうですか、関根さんの目からは。だいたい休んだ分だ。あ、じゃあまだ、あと、うん、本当にエンジンかかるのに、かかるのに、はい、スタメン復帰でこれで5試合目ですが、はい、じゃあ中日戦にもまだ間に合うかどうか。十分じゃないと思う。あ、そうですか、はい、だけどここで点取っておかないとまずいですよ、巨人としては。バッターボックスには代わって4番のマルティネス、ワンアウト二塁一塁です。マルティネスは斉藤隆を今シーズンは打ち込んでいます。4打数3安打、今日の試合前までの数字ですが、ホームランも1本あります。あのあたりの球と、それからインハイは最近振らなくなりましたね。なんか何でもかんでも振らなくなったんですね。もともと選球眼は意外にいいなという印象でしたが、ますます最近こう釣り玉には手を出してこなくなりました。巨人のベンチからすると、内野へゴロは打つなよですね。ワンアウト二塁一塁、ゲッツーが怖い場面です。ライト方向、これはポールの右です。おととい の巨人戦でも、この1戦目でもね、はい、右の方に盛んに打ってるんですよね。なんかやっぱり意図をしてるのかもしれませんね、うん、なんかちょっとヒットのでもいいんだっていう感じでね、うん、今のボールなんか引っ張ってもいいんだもんね、そうですね、うん、もうちょっと引っ張ってもいいと思います。8月の10日11、12のヤクルト3連戦では6番に下がっていました。4番に復帰してこれで2試合目になります。マルティネス、ここでジャイアンツは何としても点の欲しい回です。斉藤隆攻略の糸口がつかめそうでつかめないジャイアンツ。いった、バッター抜けます、フェンスにワンバウンド、西が帰って1点目、セカンドはどうか、セカンドセーフ、マルティネスツーベースヒット、1点を返したジャイアンツ3対1。一つずつその糸口、斉藤隆攻略の穴を広げていこうというジャイアンツ。ポーンと放り上げるような、そんなバッティングでした。ちょっと中ですよね、少し中ですね、いっぱいじゃないですよね。今まではあれが膝元いっぱいに来ていましたが、入ってきました。この回やっぱりボールがちょっと落ちてるのはね、やっぱその前の回にランナーで行って走ったんですよ、ツーベースまで走りましたんでね。あの時のリズムがね、やっぱりちょっと狂ってるんですよね、うん、これはもう間違いなく影響しますから。ピッチャーはそういうことがあるというふうに言いますけれども、もう出てますよね。同じコースを投げてて打たれてなかったですから、それまでは。さあ、そしてセカンドまで一生懸命走りましたマルティネス。ここで代走が出ています、堀田です。8月の10日に登録されました堀田、セカンドランナー。この堀田が帰ってくると、ジャイアンツ同点ということになります。6回は点取りましたけど、5回まで斉藤隆とボムで打ってたのが高橋ですからね、はい、そうでしたね、はい、今日この斉藤から初めてのヒットはご覧の高橋でした。その高橋がバッターボックス、そしておとといは30号のホームランも飛び出しています。ピンチランナー、代わった堀田を気にします斉藤隆。さあ、もう帽子、そして額は汗でびっしょりです。
斉藤隆が今日初めて迎えるピンチです。ジャイアンツ打線は一気に畳みかけるか。打順よく5番の高橋。由伸コールが響き渡っていますが、そのおとといの30号ホームラン、本当に完璧な当たりですというふうに、まあ、バッターが特に高橋がそんなことを言うのは珍しいんですが、よどみなく打ってますね。特にあの低めの球でしたから、こう打った感触というのも良かったんでしょうね。はい、そうですね。その感覚はまだ残っているでしょう。高いバウンド、小原取る、そして斉藤隆に送ります。これはどうか、判定はアウト。しかし後藤が帰って2点目、ジャイアンツ3対2、1点差に詰め寄ります。さあ、あと1点というところまで来ました。ツーアウト、ランナー3塁。高いバウンドでした。タイミング微妙でしたが、わずかに斉藤隆早かった。ちょっと首をかしげてますが、まあしかしそれは斉藤もさすがですよ。そう簡単には打たさないですよ、このところでね。際どいとこからちょっと落としたもん ね、 そうですね。わずかに変化させてきました。今日の斉藤、球数先ほどの球で90球、5つの三振をすでに奪っています。まあ、今シーズンは無四球試合を2つ数えていますが、今日はフォアボール2つあります。バッターボックスは石井です。三塁前、ここはサードゴロに倒れました。しかしジャイアンツ反撃開始、2点を返して1点差になっています。1999プロフェッショナルベースボールナイトゲーム。